異種指向性マウス白血病ウイルス関連ウイルスとは2006年に最初に記述されたガンマレトルウイルスである。初めての報告は前立腺がんとの関連であり、後に慢性疲労症候群との関連性が報告された。しかし後に行った研究の多くでは関連性が見られなかった。XMRV が人に感染するか。 病気に関係していることは立証されていない。多くの学者らは検出されたのはサンプル悪あるいは主薬の汚染が原因によって検出されたと考えている。XMRV はレトロウイルス及びがあんまレトロウイルスに属する。2009年度慢性疲労症候群患者101人のうち3分の 2NXMRV の DNA が検出された。健常者においては わずか4%であった。しかし、その後、他の世界中の20以上の研究機関で XMRV が検出されなかった。2011年12月2009年度に XMRV と慢性疲労症候群の関連性を示唆する論文を発表したサイエンス氏は、サンプル悪いはキットのコンタミネーションによる研究所のミスであったと初期の論文を完全に撤回した。 人間へ、または人間間で XMRV が伝染する証拠はない。推測される伝染経路は性的空中感染であるが人間間間の伝染は調査されていない。オランダの研究では HIV 陽性の人に XMRV は発見されなかった。WBI のジュリ・ミコビッツ医師は XMRV はアメリカの輸血機構に明らかに潜入しているが エイズのウイルスに行う熱処理でウイルスを死滅できるかは疑わしい。と言命した。サイエンス誌の XMRV と慢性疲労症候群の関連性についての論文により、カナダニュージーランド、オーストラリア赤十字、アメリカ赤十字は医師に慢性疲労症候群と診断を受けている者は献血を控えるように言命した。イギリスにおいては2010年11月1日から 患者は、献血が禁止された。その後行われた調査では、同ウイルスが発見されないことが続いたものの、慢性疲労症候群の患者会、筋痛性脳脊椎炎の会は、日本が輸血を禁止していないことを批判し政府に、慢性疲労症候群の原因が、XMRV で、奇質的疾患だと認めること、ウイルスを原因として研究すること等を訴えた。しかし、 アメリカ赤十字は2011年、血液によって XMRV は伝染しないと発表した。ありがとうございます。